来週の木曜が旦那の誕生日で、久しぶりに外で夕食を食べる予定でいた。ちょうどその日に10年ぶりくらいになる高校時代仲良かった友達が仕事でこちらに来ることになって、せっかくだからご飯食べようと言われた。そのことを旦那に伝えて予定変えてほしいって言ったら、不機嫌そうに行きたい方に行けばと言われた。私としては旦那との予定はいつでも組めるし、今を逃したら会えない友達の方に行きたいと思ってそっちを選んだ。旦那にはもちろんごめんねと伝えた。君は選びたい方を選んだだけ。そういう場面で家族優先にしちゃうのは俺特有の価値観のようだから、押し付けるのは良くないと分かってる、とずっと不機嫌。別の日を提案しても、基本仕事後も休日も何も予定を入れずにゆっくりしたい。君との予定は特別な日だと思って楽しみにしてたけど、肩透かし食らって泣いた。もうだるい、と言われた。じゃあ友達の肩キャンセルするねと言ったら、いやいや来られても嬉しくない、と。どうやったら旦那の機嫌が復活するでしょうか。あなたは旦那より友達の方を優先したんだよね。自分が2番手扱いされたらどう思うの。旦那と友達なら旦那の方が大事ですけど。でも旦那とのご飯を別日にしてくれたら、友達とも旦那ともご飯できるなとも思いました。やめようと言ったわけではなく、都合が悪くなったからリスケしてほしいって言っただけです。870。機嫌が治るたか、そういう子供が拗ねたみたいなレベルの話じゃないと思うんだけど。価値観の違い、性格の不一致でも離婚ってできるからね。機嫌が復活するとか、軽く考えてる時点で無理でしょ。自分の何が悪かったのか理解できてないから、あれこれやっても無駄だし、これから先似たようなシチュエーションに出くわした時、今回と同じように旦那を選ばないんだろうなと容易に想像できる。先約あるのに後から来た方優先するって信じられないわ。そうは言うけど、私は自分の親が倒れたりしたら、旦那との先約があってもそっちに行きたいな。逆に旦那は先約優先派かな。まさかボクちんだけは重大な理由があれば先約宝具にしてもいいんだい、なんて考えないでしょうし。まあそこは価値観の違いってことで、友達とは夕方にでもお茶して、今度こそご飯業購入でよかったのに。ま、最初にそういう判断したんだから旦那さんは間違っちゃいないよな。後で翻されたら誰でもなえるわ。すんごいのんきに魔法の言葉探してるけど、そのうち離婚提案されてもおかしくない事態なのをまず理解した方がいいよ。私が旦那を友達より大事にしなかったらそれも仕方ないけど、私は友達と旦那なら旦那の方が大切だからな。もしお前は家族を軽視してるって言われたら、それは言いがかり。大体先約だからって旦那を選んだら、そんな理由で来られても嫌だとか言い出すわけなんだから、どうやったって不機嫌になる。そんなどうでもいいやっこなんかより俺と遊びたいだろみたいな俺様感、人から見てどう映るか考えてほしいわ。古い親友なんかよりこの人といたいって思われる人になれるわけないじゃんね。すべてにおいて自己中の見本。旦那と約束してる日だから無理でよくない。大型の意見が機嫌を損ねるとか拗ねるとかいう問題ではないと言ってるのに、自分が自分がの言い訳で聞く耳を持たないんだから、好きにして旦那と喧嘩別れでも何でもすりゃいいじゃん。だいたい友達との食事と身内の生命に関わる問題を無理やり同列に並べる時点でおかしいわ、あんた。それとも親が危篤の時にも約束を破ったと拗ねる男だと旦那のことを思ってるのか。せいぜい捨てられないようにな。友達の誘いを断った後になぜ先約だからでわざわざ言う理由があるんだ。それじゃ嫌々感が出るってわからない。友達に誘われたことなんて言わなきゃわからないし、バレてるなら誘われたけどあなたと食事がしたかったからでいいじゃん。やっぱりいろいろおかしいよあんた。友達と旦那なら旦那の方が大切というなら、それを態度で示さないと伝わらない。エスパーじゃないんだし。
少なくとも旦那からしたら、誕生日より遠くの友人を優先させた妻、俺は大事にされてないとしか見えてない。そんなことやらかした後で、あなたの方が大事なのとか言われても冷めるわ。